皆さんごきげんよう、沙織です。はい、今日はアパレルブランド一息とのコラボ服が発売になりました。以前から SNS では今お洋服を作ってますっていうね、匂わせをちょこちょこしていたと思うんですけれども、そちらがようやく形になりまして、皆様にお届けできることになりました。ありがとうございます。昨年の秋冬にも一度コラボをさせていただきまして、こんな感じでワンピースとスカートを発売させていただいたんですが、そちらも大変ご好評いただきまして、たくさん来たよっていうお声をいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。で、今回は春夏のアイテムということで、ブラウスとワンピースの2型をデザインさせていただきました。ちなみに一息のお洋服は自宅でお洗濯できるアイテムがほとんどなので、これからの季節にも大活躍してくれるんじゃないかなと思います。もう本当に可愛いお洋服に仕上がっているので、まあ、前置きはさておき、早速ご紹介していきたいなと思います。はい、ではまず一つ目が、皆さんお気づきだと思うんですが、今着ているこちらのブラウスです。ちょっと白に着替えていきたいと思います。胸元のデザインはこんな感じです。襟の縁にパールをつけました。かわいい黒はこんな感じで、よりパールが引き立つのでちょっとね、分かりやすいと思うんですけど、こんな感じで縁にこぼれそうにパールがついてるので、これはこぼれパールブラウスと名付けました。もう私は物心ついた時からこの襟の縁にパールをつけたいっていうね、願望がすごくて、いつかお洋服作ったら襟の縁にパールつけたいなってずっと思っていたので、ようやくそれが叶って本当に嬉しいです。で、サイズ展開なんですが、今回は SML の3つのサイズ展開です。幅広い体型の方にね、着ていただけるかなと思っています。で、こだわりポイントをちょっとお話ししたいんですけれども、まずこの袖、お袖がこんな感じでたっぷりフリルになっています。私はノースリーブが結構好きなんですけど、やっぱりお仕事の時とかにノースリーブが着られないとか、肩出すのにちょっと抵抗があるっていうお声とかも多くいただいたので、お袖ではないんですが、フリルをこう大きめに作って肩をこう隠せるようなデザインにしました。やっぱりこういうノースリーブだとちょっとね、抵抗あるっていう方もね、多いかもしれないんですが、隠れることで安心感もあるので、1枚で真夏も着ていただきやすいんじゃないかなと思います。このフリルもすごいたっぷりなので、このね、錯覚で腕がほっそりと見えるような感じになっています。全身写してみるとこんな感じです。ちょっと小物も合わせてみました。こだわりポイントその2なんですが、この裾の長さにもとってもこだわりました。今みたいにパンツでも合わせられるし、スカートでも合わせられるような着丈っていうことにこだわりました。こういうスキニーとか細身のパンツで合わせる時って、トップスはアウトで着ることが多いと思うんですけど、そういう時にもバランスがよく着られるように、この前身頃の着丈は長すぎないような着丈にしました。で、後ろを向くとこんな感じで、ラウンドしていてちょっと長い作りにしています。こういうスキニーの時とか、やっぱりヒップラインとかがちょっと気になったりすると思うので、ちゃんとヒップが隠れるように後ろはこんな感じで長めに作っています。このフィフスのパールのカゴバッグ、すごいね、この襟のパールとリンクして持つとね、可愛いなと思ったのと、あとこんな感じでね、カラーのアイテムとかもすごい相性はいいかなと思うので、ちょっとねこんな感じで合わせてみました。着替えてみました。こういう感じでスカートと合わせるときは裾はインして着るのがおすすめです。タイトスカートともすごい相性が良くって、やっぱりこの肩のところにボリュームが来るので、ボトムスをすっきりさせてあげるとちょっと大人っぽい感じに締まるので、タイトスカート合わせもとてもおすすめです。今回はオフィスっぽい感じをイメージしてコーデしてみました。まあ、ちょっとこの色が派手だけどね、ちょっとこれを落ち着いたカラーとかにすればオフィスとかでも大丈夫かなと思います。はい、黒も着てみました。こんな感じです。黒とフレアスカートで今度合わせてみました。フレアスカートとももちろん相性バッチリなので、パンツもタイトスカートもフレアスカートもいろいろ合わせていただけるブラウスです。こういう黒とベージュ系の合わせとかもちょっと大人っぽくなって可愛いですね。こんな感じです。やっぱりこのパールのポツポツ感がより目立ちますね。で、こんな感じで首元だったりとかお袖にデザイン性があるので、
こうやってねロングの方とかポニーテールにしてあげたりしてちょっとすっきりまとめるとここがより強調されるのでこんな感じで切るのもすごいおすすめですし、あとショートカットの方とかボブとかねちょっと短めの方もすごく可愛く着ていただけるんじゃないかなと思います。あと最後に気になる素材なんですけれども、この素材はコットンとナイロンとポリウレタンのブレンドの素材です。パッと見は結構ね張り感があるので、あの綿のブラウスっぽい感じと思っていただけたらと思います。とろみがあるっていうよりは結構こうやってちゃんと形がこう出てくれるような張り感のあるブラウスです。綿 100% のブラウスってやっぱりシワがついちゃったりすると結構しっかりとアイロンで一生懸命伸ばさないとシワが取れないと思うんですけど、これはナイロンが入ってるのでシワは伸びやすいです。あとポリウレタンが入ってるのでちょっとこんな感じで伸縮性もあります。はい、ということでいろいろ語ってしまったんですけれども、まず一つ目ブラウスのご紹介でした。はい、着替えてきました。2着目がこちらです。こんな感じのネイビーのワンピースです。じゃーんこれも本当に可愛いんですよ。ちょっとご紹介させてください。まずですね、トップスはこんな感じでリブニットになっています。上がニットのドッキングワンピース、超大好きな人みたいになってるんですけど、本当にね着やすくって好きなんですよね。やっぱりいろんなシーンで着ていただきたいので、最近はあんまり華やかすぎるお洋服だとちょっと着ていくとこないなっていうね方もいらっしゃるかなと思ったんですけども、で私もねそうなんですけど、なので日常的にも着られるけど可愛くて自分が着ていて気分が上がるなってお洋服が作りたかったんですよね。でこれはこんな感じでニットなので、やっぱりニットだとそんなにこうかしこまった感じじゃなくって、カジュアルにねデイリー使いしやすいかなと思ったので今回もこのニットにしました。でリブニットなので体にこうフィットする感じもありますし、あとこの首の立ち上がりもあんまりこう立ち上がりすぎないようにして、あまりね長いと首が短く見えちゃったりするので、控えめな感じのボトルネックにしています。でここのねホワイトのラインがなんといってもポイントなんですけど、これも同じニットでこう編んである感じなんですけども、こういうねネイビーに白いラインみたいなのがすごい好きなんですよね。でこういうラインが首元にあると、なんかネックレスとかがなくてもこの顔周りが華やかになるので、今はこんな感じでイヤリングだけつけてみたんですけど、アクセサリーとかがなくてもこんな感じで華やかに決まるような感じになっています。でお袖はこんな感じで先ほどと同じでフレアスリーブにしてるので肩が隠れて、こういう短い袖じゃなくてちゃんと肩がしっかり隠れるぐらいの長さにしたいなと思って、ちょっとこう長めのフレアスリーブにしました。あと着心地の良さっていうのもね、これ本当に着やすくって、まず何といってもすごい軽いんですよね。こんなたっぷり生地を使ってるんですけど、透け感があるような生地なので着ててすごい楽なのと、あと、ニットなので上半身もちろんね伸びるのですごい着やすいのと、あとこのウエストのつなぎ目の部分も伸びるんですよ。こんな感じで結構ねしっかり伸びるので、どんな体型の方でも結構着ていただきやすいかなと思います。ちなみにファスナーとかはなくてよく伸びるので上からスポッとかぶるタイプです。でこんな感じで裾にもこの首元のラインとリンクして白いラインを入れているんですけれども、こちらはこんな感じでグログランリボンになっています。でこのスカート部分をねほんとすごいこだわったんですが、なんといってもこのたっぷり生地を使っているところ、超贅沢にたっぷり生地を使っていただきました。やっぱりこの生地の分量が少ないとどうしても寂しげな感じになっちゃうんですよね。なのでやっぱりここはケチらず、もうたっぷり生地を使いたいということで、もう贅沢なボリュームのあるスカートにしています。でスカートの透け感もすごくこだわって選びました。こちらはコットンの素材なんですが、こんな感じでね薄くて透け感があってすごくナチュラルな雰囲気がある素材感になっています。さっきね散々コットンはこうシワがつくって言ってたじゃんって思われると思うんですけど、コットンのブラウスとか結構パリッとしたものだとすごくこう頑固なシワがねつくイメージがあると思うんですけど、これはちょっと柔らかくて透け感のある素材なので、もちろんシワとかはつくんですけど、なんかシワがついてもなんだろう、ちょっとこうナチュラルな雰囲気になるというか、もともとがナチュラルでなんかこうちょっとシワっぽいというかピンとした
感じの素材ではないので、なんかこう細かいシワがつく感じで、それはね私は全然気にならないかなと思います。あとはですね、この切り替えの位置もスタイルがよく見えるようにこだわっていて、今回はウエストラインよりちょっと高くウエスト位置を作っています。私のウエストがねこの辺なんですけど、切り替えの位置を5センチぐらいちょっと上にすることで、足がもうここから生えてるみたいな感じで、すごいねスタイルアップ効果があると思うので、ちょっとハイウエストで作ってみました。あと着丈なんですが、私が身長159センチでこれぐらいです。多分ねくるぶし上10センチぐらいかなと思います。長すぎず結構ね普通に着やすい着丈です。今ヒール履いてるんですけど、脱ぐとこんな感じで、フラットシューズとかでも全然合わせられます。で、前回コラボ服を出した時にちょっとねそのスカートの着丈が結構長くって、低身長の方が着られないっていうお声があったんですよね。なので今回はぜひ低身長の方にも着ていただきたいなと思って、気持ち短めに作りました。まあ、前回のお洋服はちょっとあまり長すぎるとバランス感が崩れちゃうっていうようなデザインだったんですけど、今回のワンピースは結構ね巻き仕丈で着ても可愛いようなデザインなので、今ねこちらに身長153センチの同じ事務所の小走りさんに着ていただいた写真をね載せておこうかなと思うんですけれども、こんな感じでね153センチの方が着てもとっても可愛いので、低身長の方にも着ていただけるんじゃないかなと思っています。あとサイズ展開なんですが、こちらも SML の3つのサイズご用意しているので、いろんな方に着ていただけるととても嬉しいなと思います。こちらの動画の概要欄に商品ページのリンクは貼っておこうと思うので、他のサイズの寸法だったりとか、そういった詳細はぜひサイトをご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで今回は一息とのコラボ服2着のご紹介でした。まあ、こうやってねコラボ服とか出させていただけるのも、いつもこの動画をご覧いただいている皆様だったり、応援していただいている皆様、そしてお洋服とかをね購入してくださる皆様がいらっしゃるからだと思っています。本当にありがとうございます。私自身もいつも応援していただいている皆様に何がお返しできるかなっていうのをね考えながら活動しています。今回のお洋服でちょっとでもときめきがお届けできていたら嬉しいなと思いますし、これからもいろんな形でお返しをしていけたらなと思っているので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今回の動画でお洋服についてちょっとねお話漏れちゃってることとかないかなっていうのがちょっと心配なので、まあ、何かお洋服について疑問点などあればコメントいただけたらお返しさせていただきたいと思いますので、お気軽にコメントいただけたらと思います。あ、待って、私発売日を言ってなかったんですがもうこの動画をアップした頃には発売になっているので、概要欄にリンクを貼っておくので気になった方ぜひチェックしてみてください。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。お洋服かわいいねって思っていただけた方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではごきげんよう。